さあということで西荻窪の方へやってきました、はいはい、今日何をするんですか。あなた今日はですね、はい私が本当に備中神楽を舞います、はい、西荻窪の方で。なるほどね。それを皆さんに見ていただこうということで。備中神楽とは何ぞやということで、ね、そう備中神楽は岡山県の西部に伝わる神楽でございまして、うん、それを今回ちょっと西荻に、備中高橋館っていう、うん、要はアンテナショップ、はい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 、僕の地元の高橋のアンテナショップ、はい、5周年なんですよ。おお素晴らしい。で5周年記念ということで、うん、そこでちょっと神楽を催し物としてやろうってことで、でその後に俺があのポージングやらないよ披露会があるってのを聞いた。弓道場だぞ。弓道場のどこでやるんだ。ですからちょっと今日は裏側どんな感じになってるのかっていうのをちょっと、うん、知ってもらいたい、知ってもらおうということで、ちょっと今日はボケが出ない動画になりそうですよね。もういりません、そんなものは。タケルとこの前ネタ合わせさっきねしたんですけども、はい、ちょっとねタケルがM1 アナザーストーリーの顔をしてきてやってきまして、はい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 、あこれはもうあボケないんだなって思いました、はい、ボケません。顔の作りが M1 アナザーストーリーだったんで今日はもうドキュメントですかね、はい、ドキュメントです。うまいもんうまいメス食えるんかなっていう顔です。なのでちょっとシンプルに、はい、あの備中神楽、僕が待ってるやつをもうお届けしようかなということで、はい、知ってもらおう。ではもう早速参りましょう。はい、さあということで現場にやってきました、はいはい、ちょっともう楽屋に行きましょう、はい、神楽見たことあるんですか。武田さんの神楽ないね。着替えて神楽を舞うっていうのはないね。で俺ちょっと仕事で抜けなくちゃいけないんだ途中でね。たけるのを見れるかどうか分かんないんですけど、ただまあこの雰囲気だけ味わいたいっていうので来ました。たけるさんいつぶりなんですか。2年前に1回やった。あ番組のあれで。でも2年ぶり。あれどれ、これで舞うかもしれない。もしかしたらどれ。前途多難だな。聞いてる。さっき聞いたけど、うん、何言ってるか分かんなかった。手伝い行こう。手伝い。あっちを。うん。見てください。どうしよう。出ちゃう。見てない。おお。今回のためになりましたね。寄贈させていただきました。これ買ったの自分。俺が買って寄贈させていただきました。素晴らしい。はい、観光大使だね。さすが。そうだ。観光大使だったね。そうそう。忘れてた。ちゃんとね。ここで。カブラを舞うっていう、はい、って感じです、ね、はい、じゃあもう早速準備、立てる着替えないと。そう、ちょっと着替えないとね、うん、どうなの今の、今の超緊張してる。2年前にやったカブラって、うん、覚えてるやつやったの、うん、今日やるやつは人生で2回目その最後に顔出してやるやつ、うん、大丈夫わからん。そんなことよりも着替えたらもうえ、さっきの着替えるって言うと着替えてないんだけど着物がどこにあるかわかんない。ちょっと様子見て着替える。うん、さすがにタケルが漫才とは違う緊張感。漫才中って喋んなくなるんですよタケルって。今回は本当にそのどうしようっていう、これはどうなることやら。もう大体着替え終わった感じですかね。あともう上羽織る、羽織るだけ、うん、おお。これでもいいよ。バタバタしとる。バタバタしとるって今言ったんですよ。なまりになまってますタケルが。ちょっと急遽出ることになりまして。え？表彰式に出ることになりまして。これで出るんですよ。私だけカジュアル神楽ということできっと出ますので。何するんだろう。一気に緊張してきましたね。ちょっとどうしよう。言っちゃいけないワードだけ言わないように、はい、はい、します。それでは、今日東京ホテイソンの2人が見えていますので、ちょっと出ていただきましょう。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、たけるくんの紹介もちょっとここでしとかないといけないんですが、はい、なにわ社に高校生ぐらい。そうですね、なにわ社のと、まあ高校生の時から大学生の時ぐらいまでずっとやらせていただいてて、でまあ東京に大学で来させていただいてたんですけども、それでちょっと芸人を途中でやろうってことになって、ちょっとなにわ社さんの方ちょっと本当すいませんって形でちょっと本当に本当にここだけの話なんですけど、はい、東京に出た時にはもうホストにだけはなんないよ。そう言いますと、ね、まさか芸人になるとは。
ちょっとカグラの方はちょっと、はい、まあ一回お休みさせていただいて、ちょっと芸人をちょっとやりますっていう風な感じで、だからこういう感じで、ね、芸人をやりつつまたやらせていただけるのはすごいありがたいですね。はい、はい、ね、本当に、うん、あの一生懸命回ると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ぜひ、はいはい、と舞うということで。やりませんよ。あなた客席の人と同じ格好だよ。ナイキカグラ。ナイキカグラじゃない。備中カグラです。勝負は出ませんけど、まあ、あのコンビで活動しますので、よかったら応援してください。よろしくお願いします。ちょっとね、あの裏の緊張感は結構神事だから、結構緊張感は。見たことないような緊張感でしたね。ちょっとこれはすごいですね。やっぱりこれをゴッドタンに昇華させたんだと思うと、私は天罰が下るなと思いました。まあ、でもすごいですよ。ちょっとね、見ますか。使ってふざけれないっていうことですよね。あんなに神事だったとは思わなかったですね。神事だったな。ちょっとすごかったですね。場違いでしたね。あのいないんですよ、ナイキのスタジアムジャンパー着てるやつ。一人もほぼスーツ全員。すごいものを見れました、ね、ちょっと本当に。いや、素晴らしかったです。ちょっと見直しましたね、ゴッドタンでやったあのネタは封印です。イモンネタももう全て普通のことを言います。いや、ダメだろとか、もうその際どいワードは使いませんか。それぐらい素晴らしい伝統芸能でしたね。じゃあ私は仕事に行ってきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ダメ。しんどい。もう1個目が終わった後に、はい、もう足ガクガク。え、1個目で。もう2個目始まるときはもう無理。もう本当にもう無理だ。ちょっと久しぶりになってちょっと疲れた。まだ息切れてます。そう、終わってからもうだって10分15分経つけど、あとまあ衣装着てるから、はい、これで多分詰まってるってのもあんの。それでもう無理。いや、ちょっとありがたい経験よね。どうでした、見て。いや、かっこよかった。かっこいいよね、はい、でもあのやっぱ見てる方からしてもさ、はい、露骨に途中で俺バテてなかった。いやいやいや、あ、本当に、はい、あ、そんな分からなかった、はい、なるほどね。
ちょっとありがとう。ちょっと帰るわ。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。